ペルソナシリーズペルソナ4ペルソナ探偵ナオトペルソナ探偵ナオトはマミア・ナツキによる日本のライトノベル。イラストは表紙口絵を袖島茂木挿絵を蘇我部修二が手掛けている。アトラスから発売されたコンピューター RPG ペルソナ4の登場人物である白小寺加藤主人公としたスピンオフ作品であり、初の公式ノベライズ。 ペルソナ4を継承しながらも独立したシリーズ新作ということを強調するためタイトルロゴはペルソナ開発チームである P スタジオが制作している。またジカトをはじめとした主要キャラクターはゲーム開発と同様のコストのかけ方でキャラクターデザインされている。稲橋で起きた連続殺人事件から1年後。ジカトは窮地の刑事。 青い塔子から高校生の失踪事件の捜査協力を依頼されて八石を訪れるが、そこで待っていたのは、機械仕掛けの青年、黒髪創生との出会いと、新たなペルソナ、天積みかぼしの覚醒だった。創生をパートナーとして、捜査に乗り出した、自家とは、傲岸不遜な創生と、たびたび衝突してしまう。そして、事態は、不穏なウェブサイト、真夜中サイトをめぐる。 殺人事件へ発展していく。電撃魔王2013年2月号より2015年2月号まで、四季里市の作画で連載。救済のためみかん。2013年8月12日発売 ISBN978 から40億4891万83812014年5月27日。 発売 ISBN 978から40億4866万3410。ありがとうございます。